それでは来週のひなみさんは次郎です。記録的な暑さが続きましたね。クーラーがなくて大変な目に遭った方も多いのではないでしょうか。そんなあなた、東大元暮らしですよ。家には冷凍庫があるでしょ。中に入って扉を閉めるだけで永遠に冷たくいられますよ。さて来週のひでみさんは、憲法改正にはジャッキーチェンの同意が必要だと思っている。謝罪のため頭を下げるとき小さい声でペコリンチョと言っている。ミッキーマウスの小さいものがミニーマウスだと思っているの3本です。来週も聞いてくださいね。じゃんけんポン。